どうも勇者です。さあ行きましょう。めちゃくちゃ楽しみにしておりました。2024年の1月26日に出たばかり、はい、最新作試練6です。前作からだいぶ時間経ってるらしいんですけど、ようやく出たと。はい、もう出ないのかもとすら思ってたけど、まあ、出ましたね。はい、スイッチのソフトで一応風雷の試練トグロ島探検録というやつでございます。もちろん全く初見、前情報も特には入れてない。はい、予告は見ましたけどね。で、まあ、楽しみな要素は、まあ、とにかくたくさんあるんですけど、試練を好きな人にすごく便利な機能がたくさんあるという、そういうお話でございました。それを結構聞きましたね。はい、で僕試練大好きなので、もちろんもう初見でやれるこの嬉しさ、はい、楽しんでやりたいと思います。でもちろんなるべく調べずに、データとかも調べずにやりたいなと思います。射撃伝承枯渇って秀吉の神様がいてな、その神様がお日様を遮る雲に激怒して全て蹴散らしてしまったって伝説。あー、いずれ倒さなあかんのかな。枯渇、枯渇様が怒っているから干ばつになってんのね。すいません、いつもはまあもちろんロープレ的なものはストーリーはしっかり追いますけれども、セリフも読むこと多いし、試練に関してはもうこんなもん、枯渇どころか打足なので、こんなもんはもうダンジョン行かしてもらうことが全てなので、僕は申し訳ないですけど、ストーリーはもう話半分で聞いていきます。はい、まあストーリーにヒントとか別にないと思うんですよ。やらなければいけないことは基本的にはダンジョンを攻略するという、それに尽きるので、そこにまあ余計な要素が入ってるってだけでございます。側の部分はどうでもいいんです、はっきり言って。はい、おお、これがボスだよね。多分最初のボスでしょうね、これが。その奥に巨大な怪物がいて、お腹の中に飛び切りの財宝が眠っている、つまりこいつを倒しに行くということでございますな。島に強者がいっぱい集まってんねんて、夢見たんや。カマキリやね、どう見てもこれね、なんかカマキリの雰囲気やね。うおー、あー、また出た姫様的なやつ、巫女みたいなね。あー、あるあるあるわー。最近やったやつもこんなんやったぞ。うん、女の子がお腹の中にいるっていうことなのか。おお、ドラグーン、ドラグーンがおるね。始まったトグロ、あのドラグーンがこうトグロ巻いとるからトグロ島やね。不思議なダンジョン、風雷の試練、トグロ島探検録、プレスエニーボタン、行きましょう。ちょっと音でかい気もするな。場所はトグロ島の最深部、ジャトー山山頂、ここ目指していくんですかね。トグラ島に到着し、冒険を開始してから、もう、冒険開始してんの？あ、もう行ってしまってる。ちょっと斬新やな。行った後から始まる感じや。ほら。あ、斬新っすね。何が起きたのかわからないって。今さっき派手にぶっ飛ばされたんだぜ。本当に何も覚えてないのかよ。記憶が飛んだ。トグロ島の宿場浜ってとこに船がついて冒険を始めた。あー、なるほど。斬新やな、これ。道具使ってやりくりしてここまでたどり着いて、あとは怪物さえ倒せばいいとこまで来たんや。つまりもう最初のボスまで来たんや。あー、めっちゃ傷ある。あ、なんかほら、数珠みたいな。首につけてるじゃないですか。あれ、さっきの枯渇様もつけてたよな。違うかな、関係あるんかな。さあさあ、あそこみんな切ろうとしたけど、もうすごい、でも溜まってそう、なんかいろんなもんが。ジャカクーだ、ジャカクー、こいつ。おー、お願い助けて。おー、ジャカクー、あいつをぶっ倒す。うわ、燃えた。いや、燃えたんちゃうわ。グガガガ、うわうわ、黒幕や、ほれおるね、まあジークジオン的な。うるさいうるさい、もう周りがグネグネとうねって出てきてるやん。うわうわ、
出てきてる。自分の空間領域に引きずり込んだなモンスターも召喚して、ちょっと頭がちゃんとしたが、豊富とは言えねえが持ち物に道具も残っている。うまく使ってやるしかねえ。なるほど、これをチュートリアル、ここをチュートリアルと使うのか。ちゃちょっとうっさいですね。ドドンがうっさいね。 L で攻撃移動します、 A で攻撃します、 X でメニューに入ります。マップあれやな。まずはちょっと一回、ちょっとすみません、設定 BGM がうっさいね。55ぐらいでいい ?44 ぐらいでも十分。あんまり静かなのもありやしね。ライブ探索表示って何やろ、ライブ探索表示のパターン、ちょっとわからないところはほっときますわ。歩く速さ、まあとりあえず普通でいいか。一マス開けてダッシュ停止。そう、これがすごいいいみたいで、レベルは30までいってんのね。自動振り向き OK、 ダメージ振り向きあり、投げ物ショートカット4つ、攻撃は長押し継続でギターの整頓なし、便利出して道具に向かえば道具を拾う、手前で止まる、あー手前で止まるでもいいけどな。まあ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 、手前で止まるしようかな。マップの設定、マップの大きさ、いやまあこれでいいっすね、とりあえずは。マス目表示は欲しい。はい、ちょっとこの感じ、もうちょっとドットっぽい感じだったらね、慣れてるからいいんですけど、この感じ慣れてないので、便利ショートカット、うわー、便利、マジか。メッセージ履歴、見渡す、手帳、状態、足元、うわ、便利これ。持ち物にしようかな。メッセージ履歴はまあ別にいらんかな。見渡すが Y、これ慣れたらむちゃくちゃ楽やな。これね、慣れた超楽っすよこれ。よし、ちょっとまあ見渡しますか。まずはあれ、どうやって見渡すんだっけ。まずこれやな、ドラゴン。うわ、弱点印とか書いてる。手帳未登録、巻物がここにある。うわー、でもこれ強いやつらやな。何やこいつ、知らんな。なんか持っとるね、コンボみたいな。これが邪角ですね、本棒。あー、ここにもおるな、杖。これはよっぽど強い武器ないと無理よ。状態どう、胴たぬき、インあインシステム、インが4で鉄鋼、木の矢8で、セットしてみようか。投げ物のセット、うん、ショートカットにて、これむちゃくちゃ便利じゃない？ A ボタン。監禁の壺いらんよ、金縛りの壺、このセットしようか。封印がこう、よっしゃ、復活があるんやね。でドラゴン、毒消し、いや結構きつないかこれ。金縛りで縛っていくしかないか。で巻物を取りに行く感じで動きますか。ドラゴンですよね、これ。向き合って倒せるもんなのか。ドラゴン層一回使ってみる、これ倒せるもんかこれ。レベルを上げる必要なんかないけどな。まあ一応使ってみるか。俺倒せへん、やっぱ倒せへん。いや勝てえわ。1000、これは無理やぞ。ちょっと待てよ、無理やぞ。金縛打って一旦あの巻物まで行きたい。うわー、邪角が来ちゃ、あ間違えた、もうジャカクーが来ちゃってんのよ、ジャカクーが。あれ？バカな。え？金縛り外れた？ちょっと待って、
いきなりごめんなさい、いきなり見たいわメッセージ履歴。ちょ待て、うわー5割バッター魔法弾打ち返してるやん、だるー、これマジでか。でも5割なんでしょ、野球になったわ。いやこれちょ待って、まず勝てへんぞ。まずい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 、いやめっちゃ強い、5割なんですよね、5割。いやーちょ待って、当たれ、あかんわ、もう5割じゃないわこれ、100割やこれ、10割や、これはいけるでしょ。うわあかんわ、こいつ飛び道具何も効かん、いや無理やろこれ。そう5割ちゃうやんけあいつ、向き合っていこうか。いや無理ですよ無理、これさすがに無理。まあ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 、こんなもんでしょう、こんなもんやて。まあ負けイベやね、体痛くない、なんともないんだな、よかった、ちょっと心配したぞ。どうやら無事なようだな。風来のゴロ、風来のアズマ、おうおうおう、ウコン、なんちゅう名前やね、ヤスケ、海賊のヤスケ、うん、初めての挑戦でいきなりジャトーさん山頂まで行くとは大したもんやと、ジャカ君には勝てへんと。いや勝てたよ勝てたよ、イカシメで勝てた絶対、行かせろよ早く、めっちゃ行きたい。ジャカ君と戦う前に記憶が飛んでるって、そうなのよ。まあでも面白そうやな、ちょっとすごいシステムやりやすくなってるとは聞いてたんで。おかみ若いな、おかみ鈴菜かわいいね、いいよ。多分ね、すごいいっぱい秘密みたいなのあるから、もう一度行こうぜ、青行こうぜ行こうぜ、十字キーでプレイしようかな。ミスりにくいのは十字キーかなと思うんですけどね、どうやろうね。謎の山伏、おーみゃ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 、おー寒天棒、邪覚を倒したらあかんの、なんでな、この島が滅んでしまう、はあ、どうせお前らもう宝に目がくらんだならず者だろう、島を荒らすばかりでろくなもんじゃない、邪覚に挑むつもりならその時はわしの仲間がお前らを襲う、ええー、まあでも寒って干上がるっていうやつやから、なんかそのあるんでしょうね、邪覚が何かこう知ってるんでしょうね。ほら枯渇信者、信仰者や。うん。枯渇を、この神様を信仰してるわけね。干ばつ続きでね。枯渇の力だと信じ、そのパワーを少しでも授かりたいと修行してると。うん。邪覚を倒す島が滅ぶって言ってた。それはよくわからない。うん。内地はひどい干ばつだったのに、ここは全然潤ってる。うん。で、水が多分枯渇するんでしょ？多分その、邪覚を倒したら。お宝目当てに島に来た俺たちを島嵐とみなし片っ端から襲ってくるからさ、まあ島嵐とみなしっていうか、まあ島嵐やろね、それはそこは覆ってるけど、ダンジョンでいきなり襲ってくる、戦うことになるんや、この角度で見るんかよ。ジャカクの腹の中にはすごいお宝ね、ジャカクが倒れると困ることがあるんやろなと。はーい、まあどうしようかな、もういきなり行くでいいんじゃないか、一応探検するか。ジャカクのとこまで行った、30回なんや、優しいな、言ってくれんねや。海なんか昔ね、64の試練はたまに失った武器が浜に打ち寄せられたりしてたんですよ。今回もそういうのありそうやね。
いやもうすでに僕はねテンション高いです。おーいいねいいねいいね。あのねなんでかっていうとそのもうショートカットの時点でもうあの時点でもうだいぶ楽なのよ。気持ちがもう圧倒的な楽さやから、うん、その場で足踏みね。だから僕が知らないあとはアクション的なことがあるかどうかですね。おじいちゃんのおにぎりすごく美味しい、ありがとう。嫌やな、おじいちゃんが素手で握ったやつですか。 OK です。あー毎回ちょっとヒント的なチュートリアル的なやつがまず最初は出るんでしょうね。ここはなんか意外と村大きくないな。男女の飛脚に出会ったら道具を預けると。はい、あ、預かり屋をまた作ってくれるのね。倉庫、まあ、倉庫だけあれば僕は十分ですけどね。だいたいルールは最新の今までやってきたやつに乗っ取ってると思いますので。クロンの龍脈、追い風の木としてです。これどういう追い風の木として、この木があのドラゴンみたいになってるってことかな。荒廃されてる、そういうことなんかな。これ、ま、上が見えないんで視点変更とかはない感じ。お店ないね。遠いな、おい。宿場浜で遠いな。あーやっぱほらあれや、ジャトーさんもう思いっきり蛇の頭鳴ってるわ。途中で村とかがあるんでしょうね。いろいろな場所に到達したら地図にそれまでの道筋を書き記していこう。オッケー、じゃあやらせてもらいましょうよ。どん、そぞろが浦。行き先選択ではダンジョンや町の情報を確認できます。トグロ島は一つのダンジョンがいくつもの区画に分かれていて、区画ごとの情報が用意されていると。平均攻略レベル、その区画のクリアレベルを集計した情報、クリア率、その区画のクリア回数を集計した情報、自分は自分の情報を集計したもの、みんなは他のプレイヤーの情報をインターネットで集計したもの。みんなのクリア確率が分かんねや。みんなで 85% でもね、これクリア確率とかはちょっとあんま当てにならん部分あると思うねんな。そのわざと死んだりしてる人も、わざ死の人も結構いると思うんで。オッケーです。まあまあまあ割とやりやすいな。あのちょっとこのキャラクターの感じで不安やったけど、そんなに悪くはないですね。これ杖セットめっちゃいいわ、めちゃくちゃいい。これ見識別ね。はい、名付けコマンドで自由につけれる。はい、そういやさ背中や。これはもう背中のツボも一択でしょう。ここでモンスターとかはないと思うし、人もないと思うから。そういやさあとは腕輪系っすね。どういう系が実装されてるか知りたい。まあ地形もね、まあまあまあ慣れていかないといけないです。まだダンジョンではないので、あ、おとと兵や、懐かしい、なんか懐かしい。おとと兵、赤いやつとか強かったよな。あれ、おとと兵さんじゃないですか。一応レベルちゃんと上げとく。まあ 85% の方に入りたくないもんな。まあ弟へちょっと強いですもんね。タコ銀、いつも初めてです。ちょっと待ってね、手帳、もののけ手帳に入ってるんや。マムル種、タコ銀種。水の上にいる間は攻撃力が上がり、毎ターン HP が回復する。弟もそうっすよね。はい、マムルは多分2段階上げると
一気に上がる洞窟マムルになると思います。多分その辺がその今まで通りになっているのかどうかが若干気にはなりますが、めっちゃ食らった、マジで食らった、死ぬぞ。攻撃力が上がってんのかな。いや怖いな、なんか死にたくないっすね。回復しました。今いやトドやん、トドやったやん、危な。 15% になるとこでしたよ。背中じゃないし、思いっきり普通にトドですわ。あっぶね。いやマジで死ぬとこでした今、超下手くそ。あぶね。マジであぶね。もっとちゃんと逃げて HP 回復しないといけなかったです。ちょっと気をつけます。ここの時点からトドが出る、まあ、あんまりちょっと自分の常識っぽいこと考えすぎひんようにしよう。これはデブータの石、はい、これで開けれんねん。でいやもうすごいねん、すごいのよ。じゃマジですごいから、ちょっと慣れるまでは時間かかんで、これマジですごい。これでこう意味れるんや。うわうわ、もうめちゃくちゃ便利やなこれ、やばい、これ夢の試練ですよほんま。過去の試練もこのシステムで遊びたい。あれなんでダッシュすんの、これえなんでダッシュ、今めちゃくちゃダッシュしやがった、なんで今ダッシュしたんや。ちゃちゃちゃ、斜め移動したいだけなんですけど、なんかめちゃくちゃダッシュする。斜め移動の楽な、これやめてほしい。ちょっと待って、なんで斜め移動するの、どうすればいいんや。これか、あーここここここや。 OKOK 了解しました。音速だけつけとこう。封印はまあね、正直序盤であんまり使うもんでもないので、角のシステムとかも確認はしといた方がいいっすよね。角がどのようにこう影響するか、多分この状態だと多分角影響ポンとして影響しますよね。割とシビアやから気をつけないとまずいぞ。普通にダメージいかついっすもん。何階まであんのかそぞろが裏知らんけど、まあ多分3階ぐらいまであるんでしょこれ。敵の種類は変わらないと思うのでいきますか。鈴なり峠、ダッシュ振り向き、うん大丈夫っす、大体分かってきましたんで。デコボコな壺、まあ保存ですかね。いや勝手に判断すんのはまずい、勝手に判断はダメね。背中や、はい背中ね、一応確認して。よし剣来た、木刀、これ慣れろよ。木刀プラニーめっちゃ強いやん。木刀はね、昔何やったっけ、なんかね木刀なんかあったよ、めちゃくちゃ強くしたらどうのこうのみたいな。あたしゃね、杖や巻物の行商をしている杖巻ってものだ、巻あんたがおにぎりを持ってたら一時しのぎの杖と交換してあげるけど、どう巻行商、行商やのに売るとかじゃない、交換してくれてありがとう巻、なんちゅう口癖やねん。もうそういやさ、そういやさ、一時しのぎ、人橋いいね、こ
ここは斜め移動できない、ここはできる、こうちょっとダンジョンっぽいところとこういう自然地形のところあるんですけど、こう自然地形のところ結構斜めのルールが難しいから、これか、あ、これや、優しい、書いといてくれますね。この多分黄色がついてるやつは斜め移動 OK の場所で、ここはついてないからできない。はい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 、なんたる優しみ。なるほどね。はいはい、なんか下見えてるぞ。上がってきたってことかな、が言いたいのかな。アナグラ守るちょっと大きくしたいけどね。まあできるアイテムが今のとこないかな。強っ、え、めっちゃ強え、危ないっす、マジで死にそうやねんて。あんなんやられたら嫌やで。2発で死ぬやんね、1回空打ったら死ぬっすよ。もうちょっと余裕持ちたいんやけどな。おっと、何影縫い36でも危ない気すけどな。盾とか欲しいね。タコレップにボコられたら死ぬぞ。よし、音切り、まあ、行きましょうか。じゃあ音、はいよ。鈴なり峠、道具寄せの巻物、引き寄せ的な、はい、無敵装爆水、まあまあまあ、よくだいたいこういうところ出てくるやつやわ。いかにも序盤で出てくるやつ。出た、丸次郎、丸次郎兄とかのやつ。これで今一回デブータネシがロックから外れてる、外れていない、素晴らしい。よいしょよいしょ、木刀の音いいな、心地よい打音ですよね。よっしゃ、武器新しいのとかあんのかな。なくても全然いいんですけど、知ってる武器ばっかでも楽しいから。出た、チェガマラで、これ拾っときます。一回試しね、こういうことができるわけですよね。で、これやったときに、そうや、多分設定で、ギターの整頓なしにしてるから、ということは、ここに残ると。はい。投げて使えるんでね。行ってしまっていいかな。山あいの里到着。まあまあ、まずはここでちょっと、そうですね、鍛冶屋さんかな、これ。あれ？あれれれ？前に来た時は誰もいなかったけど。って、そっか。勇者覚えてないんだっけ？前に来た時は本当に誰もいなかったんだぞ、ここ。人がいるのは助かるようなお店とかもあるかもしれないし。ね。そういうことですよ。道具屋さん。はい。まあ、売ろうか、まずは。いらないものを売っていこう。ちょっとお金にしましてね。はいよ、買う。ああ、いいや、ゲイズの盾ここで売ってんの。あ、もうインとして入ってんねんね。へえ、聖堂の盾プラさん、これ常に売ってるんでしょうね。へえ、じゃあどん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 合成さえ手に入れば、まあ余裕で強くしていけますね。毒消し層意外と高いな。真空識別困ったは300円、金縛りが5で1000円。まあこの辺もいずれ覚えることになりますけど、聖堂庫の盾いいやん。この先、神柄山登山道。ここ倉庫かな？
あれ入れない。旅の者、聞くがおぬす、道中で忍者のようなものを見たか。見てない。うん。忍者のようなものに出くわしたら気をつける。人間ではないモンスターじゃ。ああ、腕はね。オッケー。うん、まだ旅のテクニック。強化値は僕1でも、めっちゃ持っていくからな。いつもいつももう、荷物持ちすぎ状態になるから。はい。それでもいいんだよ。僕とは陰多くなりそうですよね。一回だけね。多分強い武器は陰が少ないパターンやと思われるので、ゲイズもう撃ってんねやっていう。ちょっと、意外な。ん？こっちは？城前で固く閉ざされている。神社的な感じですね。まあ、絶対ダンジョンでしょうね。感じるか勇者、なんか見られている気がするんだよな。見張られている感じというか。先に進もうぜ。おっしゃ、行こうか。はい、まあじゃあちょうど30分なので、30分刻みぐらいで収録していきたいなと思いますので、皆さん、試練6まだまだ始まったとこですが、ぜひ僕が納得するまで、一番最後までお付き合いいただければと思います。僕はまあ、いつもの試練の目標としまして、まあ、もっと不思議のダンジョン。ね。全部未識別のもっと不思議のダンジョン。そして、最強装備を持って入るようなダンジョンとか、まあ、多分いろいろなダンジョンあると思うんで、まあ、納得いくまでやりたいんですけども、まあ、まず、目標。もうこれだけはやるっていうのは、未識別。全体未識別、全部未識別のもっと不思議のダンジョン。これのクリアをまず、基本として目指していきますので、よろしくお願いします。では、